今僕が、ガイドでやっているあのスピナーベイトの釣りを紹介したいなと思うんですけども、本場はね、あの湖上に出て、実調を予定してたんですけども、実は大雨&雷になりまして、出られなくなってしまったんで、まあこういう場所での説明になりますんですけど、あの聞いていただけたらいいかなと思います。まずスピナーベイトを使っているエリアなんですけども、これは北山田の沖、あとディープホールの周りで浜大津で、あとはまあ柳ヶ崎ぐらいかな、それぐらいのエリアで使用してます。でそのエリアの中で、さらに、釣っていってる、まあ、細かな場所っていうのが、ふさもの林、水面まで出てるようなふさものこう背の高い林っぽいところがあるところでスピナーベイトを使用してます。でなぜそういうところでスピナーベイトを使用するかっていうと、狙っているバスたちが、実はそのふさもの林の周りに浮いてくるというか、まあ、天気によったりとか気温によったりとかで、小さな、ね、ブルーギルが浮いてくるんですけども、そのブルーギルを、捕食してます。でそのブルーギルを捕食しているバスを狙うためにスピナーベイトを使いたいなということでの使用です。で、基本的に使い方は投げて巻くだけなんですけども、一つ肝があるとすれば、投げて、着水します。着水したら瞬間に巻き始めます。少しもフォールはさせません。バズベイトの引き方に近い感じをイメージしてもらったらいいと思うんですけども、とにかく着水してすぐに巻き始めます。で、大概の場合は、まあ、5巻きリールのハンドルを5回巻く以内にバイトがあります。僕の考えでは着水してのこうバシャンとスピナーベイトが水についた音っていうので、バスを寄せたりだとかバスを振り向かせて、スピナーベイトがその瞬間フィフッと泳いだ時にリアクションで食ってきてるっていう風なイメージでやってます。でガイドでもそういう釣り方ですんで、ゲストさんにはできるだけ着水したらすぐ巻いてくださいっていう話をするんですけども、それがねできる人とできない人でやっぱり釣果に大きな差が出てきます。どうしてもベイトの不慣れの方なんかだとキャストして着水してからよいこらしょってハンドルを回してクラッチを戻して釣りをされるんですけど、それをしてるとやっぱり釣れないですね。ですので、まあ、飛んでる間にすでにもう着水する間際にクラッチを切ってすぐに巻ける状態にする。でしかも、まあ、行き出して、5回巻く以内に来るバイトを、注意して取っていくっていうのが大切なやり方じゃないかなというふうに思ってます。でその釣りで、使うスピナーベイトも実は、まあ、どんなスピナーベイトでもいいってわけじゃなくて、いろいろとスピナーベイトにもタイプがありまして、それによって使い分けをしていっている感じですね。